ポークスペアリブのオレンジ煮を作ります。スペアリブは、余分な脂を取ったり、骨と肉との間に包丁を入れたりして食べるときに食べやすいようにしました。漬けダレを作ります。生姜、刻んだ生姜、それから刻んだニンニク、黒胡椒たっぷりめ、ポン酢、市販のポン酢です。みりん漬け込みます。タレとよくなじませて冷蔵庫に半日以上置いておきます。一晩漬け込んだスペアリブです。アルミホイールを敷いてオーブンで焼きます。こんがりと焼けました。これだけでも美味しそうです。焼いたスペアリブを鍋に取りました。これを果汁 100% オレンジジュースで煮ます。漬け汁も入れます。オレンジジュースを浸る程度に入れます。アルミホイルで作った落とし蓋をして、オレンジジュースが煮詰まる程度に煮ます。中火か弱火ぐらいで煮ていきます。できました。盛り付けたいと思います。